こんにちは、スイートクライマーです。今日はこちら、はい、白木山の登山口に来てます。今日は午後からジャガイモを植える手伝いをしないといけないので、早朝今8時50分にここの登山口に来てます。でなるべく、頑張って上がって、で山頂ではおそらく5分か10分かくらいの休憩しかないですが、ささっと降りて、来ようと思います。では頑張っていきましょう。レッツゴー。はい、見てわかるようにここの最初の登り口が結構きつくって、もうちょっと嫌になる、まずふくらはぎがパツンパツンになる箇所ではあります。今日はおそらく上りが、今の時点、さっきの地点から1時間半ぐらいはかかると思いますので、ポイントだけを移していこうかなと思います。早速お地蔵さんが見えてきました。登山口は0合目になるので、ここでようやく1合目ということになります。ちょっと暑いので上のフリースをここで脱ごうと思います。 1.5 合目です。慣れない時はもう2合目ってちょっと勘違いするスポットではあります。今日は実は、広島駅から京備線という JR を使ってきたんですが、めったに使わない白木山駅というところで降りるので、ちょっといろいろありました。前2両が日吉方面まで行って、後ろの2両は下深川で切り離して広島駅に戻るというので、前後間違えて私は3両目に乗っていました。 でも今度下深川を過ぎてからがワンマンカーになるので、ちょっと JR だけど不思議な感じなんですが、車両の中でお金を運賃箱の中に入れて、切符なんですが、そして車両を降りるという変なシステムになっていて、運転手のいる一番前の扉しか開かないので、急いで前の車両に移って一番前まで行って、切符をそこで運賃箱に落として降りてきたという流れになってます。慣れないとちょっといろいろ不安なことがあってドキドキなので、皆さんも一応気をつけてください。はい、では2合目です。今が9時4分です。今から私の嫌いなゾーン、ちょっとダラダラと急なところが続いていきます。結構長いです、2合目が。ちょっと寄り道しますが、ここに穴地蔵というのがあります。見えるかな。はい、地蔵さんこんにちは。はい、今日も無事登って降りてこれますようにお願いします。3合目です。今が9時21分になります。で息が上がる。ちょっと3合目はちょっと楽だと思います。出かけるときにすごい軽装で来てたんですが、なんか空がどんよりしてたので、レインを取りに帰って、それで本当は20分ぐらいかかる駅までの道のりを走ってで JR に乗る形になったので、ヘロヘロです。見えてきた。帰りは分岐を、私はこっち左から上がったけど右に降りると楽そうです。私なんかめちゃくちゃ早いと思ったけど、もう結構降りてくる人とすれ違ってます。みんな一体何時に登るんでしょう。ひたすらここは違った意味で修行の山になってます。楽しくないけど間違いなく体力はつくと思います。富士山登る練習などに、よく
登る山です。9時30分ですね。私の歩数計が8000歩の花火を打ち上げたところです。登山口スタートしてから40分で4合目ということになります。この束の間の平坦な道を楽しみます。そして今空は明るいけど曇ってます。538m で今が9時36分です。私にとっては恐怖の痩せ尾根がやってきます。ここは怖いのでいつも走り抜けています。私はこんなところがちょっと苦手です。でも山はこんなところが多々あるので顔がビビってて全然怖くないものです。で、行ってる間に登りきりました。はい、5合目はちょっとだけね足を叩き上げるところが出てきます。ブレーキングボードがあった方が全然歩きやすいです。そしてお地蔵さんがもう6合目なんかすごい嫌いだった5合目があっという間でした。6合目は5合目よりちょっと楽かなと思います。この6合目の後半はそこそこきつくなってます。で、きつい7合目にこのまま突入します。お地蔵さんは反対側にここにいらっしゃいますよ。疲れた、ちょっと頑張ろう。ということでもう7合目入ったらもうずっときついと思ってもらっていいです。もう7から上がもう本当になくってもいい水場です。やっととりあえず休憩場所、水場の水があるあった。ちょっとここで2、3分リダーイン休憩します。これは8よいしょ、8合目です。この白木山なんですが、登山嫌いの山嫌いの本当に運動神経もない私が2015年に、富士山を登ろうと決心して練習を始めて一番初心者の山鈴ヶ峰山に登って、次が確か極楽寺山だったかな。で、もうそろそろ慣れたでしょうということで無謀にもこの白木山に登りに来て、で今だったらもう1時間半ぐらいで登る、それを3時間以上かけてもう半泣きでもう帰るとか言いながらギャーギャー言いながら登って、あでもそれでも登り切ってで降りたら背中が激痛で、もう筋肉痛っていうもんじゃなく背中が激痛で起き上がれないほど、もうそんなへっぽこだった私が今あれから何年 ?8 年目かなにこうやってまさか一人で登りに来るなんて夢にも思ってなかったですと言ってるところで、はい、じゃん、9合目に到着しました。今が10時9分なので今からあと20分ぐらいあるかな。頑張っていきます。ちょっとこの9合目で
このもやがかかってますということは、おそらく山頂は風が吹いて寒くって何にも見えないと思います。あれまだかと思ったら、もう到着してしまっていた。わあ、真っ白真っ白です。ここに誰か入ってます。真っ白、すごい。こんにちは、こんにちは。うわ、真っ白だ。やった、到着。白木山山頂到着しました。の参考も無事できますように。何も見えません。真っ白。ああ、でも気持ちいい。はあ、こんな日もあります。すごい綺麗、すごい綺麗。調べたところ1本早い JR に乗れそうです。と言っても私が下りが超下手くそで、おそらく下山に1時間かかるので結構ギリギリだと思います。頑張って降りていってます。わあ、すごい。なんかいい天気になってきたよ。今上にいる人、霧が晴れてたらいいですね。1合目まで帰ってきたので、もうすぐです。そんなに登山口までは遠くないです。はい、この道が見えてきたので、もう終わったも同然です。はい、ということで今11時40分無事ここまで降りてきました。どうなるかと思いました。やっぱりちょっと下山は苦手なので、時間が何分かかったかちょっと後で計算してみようと思います。ただ、今から10分あれば白木山駅の方には、列車が来るまでには間に合うと思います。今日は山頂の方が、霞んでというか、もやがかかってというか霧がかかって何にも見えなくってめちゃくちゃ吹雪いてました。時間を置いて今頃山頂の方はもしかしたらちょっとこう晴れて若干見れるようになってるかもしれません。ということで今日の参考は以上となります。はい、ご視聴いただきありがとうございました。またどこかの山でお会いしましょう。スイートクライマーでした。いいねとチャンネル登録お願いします。